皆さんこんばんは。お休み前のひとときに夢の中まで古典文法。本日はこちら、文意から崩せということで、選択肢がすべて助詞なんです。なかなか手の回りにくい文法事項ではありますが、今回は前後関係を含めた文脈からしっかりと答えを出してみましょう。ということで、まずは早速解いてみてください。さあ、よろしいでしょうか。ということで、下準備から始めてみるんだったら、今回空欄 A の上についている思えという単語にチェックを入れてあげてください。そしてこの思えが間違いなく余談動詞の依然形であるということはしっかりと押さえたいですよね。その時点で実は選択肢が二択になってしまうという、この文法事項に留意してあげることもやっぱり非常に大切ですね。まあ、なので答え的にはどうも、まあ、つまり何が言いたいかっていうと、逆説関係になっているか、あるいはば、つまり順説関係になっているか、この2つの選択肢は全く逆の性質を持っているので、あとは文意から崩していくしかなさそうですね。さあ、ということでちょっと読んでいきましょうか。まず出だしのところからです。天君グリーンと丸は奥の方に入りたまえば、いいですよね。奥の方の部屋に入っていってしまったので、バーテン主語変わりますか。人々グリーンと丸はそのまま伏し寝と、みんなそのまま寝てしまったよと。さらに君グリーンと丸はやおら槍戸を押し開けて忍びやかに添い伏したまえと、少なくともやおらという古文単語、これ重要な単語ですよね。静かにそっとという単語です。まあ、なので君グリーンと丸はそーっと扉を開けて中に入ってきましたよって、ちょっと泥棒みたいなんですけれども、そして忍びやかに添い伏したまえばと、こんなの受験問題に出すなよっていうぐらい、ちょっとね、ドキドキしちゃうような恋愛のシーンですけれども、まさに姫君の横に添い寝を始めたって書いてあるわけです。するとバーテンスラッシュ主語変わって、はい、姫君こと女グリーンと丸が意図浅ましゅう呆れ惑いたまえる有様だと。まあ、少なくともここも浅ましゅうは単語チェックしっかりと入れてあげていいですよね。驚き呆れるという古文単語です。まあ、下に今回呆れと使われていますから、浅まし自体は驚く一択で訳してあげるとバッチリじゃないでしょうか。まあ、なので驚き、そして呆れて心が乱れてしまう、そんな有様だと。まあ、いいですよね。いきなり自分の部屋に夜な夜な男がこっそり忍び込んできて自分の隣に添い寝をしているわけですから、現代で考えたらやばすぎる話ですよね。昔の時代だからこそこういう話ってよくありますけれども、ちょっと入試問題に出すのかなっていう気もしてしまいます。そしてそのありさまが意図若く美しげなりと、ということはこの美しげなり単語チェック、少なくとも可愛らしいという評価をしているので、男の目線、君の目線から描かれているよねっていうことは外さないようにしましょうね。その上で断りとは思え、こうまでおぼし騒ぐべきことかはと、さあどちらのセリフなのかっていうのはまずしっかりと確定してあげたいですね。するとここに補いマークでもつけてあげればいいですか。まず出だしの断り、はい、これどんな単語でしょうか。断りは最もだという重要表現ですね。まあ、なので最もなことだとは思うってまずそう書いてあるんですよ。じゃあ前の内容から踏まえて最もなことって何でしょうかね。じゃあ、あるいは空欄 A の後ろでもいいですよ。こうというのが指示語になっていることをしっかりと押さえて、ここまで思い騒ぐべきことだろうか、そう言っている一番最後のかは、これは重要な文法表現ですよね。かはが出てきたらしっかりと反語で訳出するんだよっていうことを覚えていないと、ちょっと今回つかみどころなくなっちゃいますよ。ってことで反語で訳出してみると、ここまで
思い騒ぐべきことだろうかと。いや、そこまでは騒がなくてもいいんじゃないか。このくらいの反語のニュアンスが訳出できるはずなんです。すると、このセリフは誰が喋っているか見えてきましたよね。直前で女が驚き呆れてしまって心乱れていると、その様子に対して間違いなく補いマークは、ちょっとスペース狭いですが、君ですね。君がそうやって驚いてしまうのはもちろんわからないわけじゃないと。でもここまで思い騒がなくても良いのではないかという逆説関係で入れてあげるのが、現代語訳としては最もしっくりきますよね。これもし純説で取ってしまったら、最もなことだとは思うので、ここまで騒がなくてもいいじゃないか、意味がわからないんですよね。っていうところの違いがしっかりと見抜けていれば、今回は一撃で逆説のロ、どもが正解だって持っていけるんですが、いや、結構難易度は高いと思います。しっかりと文法的にロか2の選択肢に絞った上で文意を考えていく、まあ、ちょっとね、読解ありきの問題ではありますが、しっかりと復習してくれると良いのではないでしょうか。ちなみに、ながらという助詞にも逆説の意味はあるんですが、これ接続が連用形接続なので、最初から除外しておかなきゃいけないんです。そのあたりも含めてしっかりと助詞の復習、夢の中でもしていただければと思います。それでは良い夜を。おやすみなさい。